やっときました。この時がかなり申し訳ございません。夏の質問コーナーやっていきたいと思います。イエイ。お盆前に出すって言ってたんですけど、すみません遅くなりました。早速なんですけどいきたいと思います。今回もねたくさんのご質問をいただきまして、ちょっといろんな質問にお答えしたいんで、サクッとねやっていければいいなと思います。ではぜひ最後までご視聴ください。レッツゴー。 We keep it away。 夏の質問コーナー始まるぜ。ティーンルームの質問もやってください。ティーンルームです。ティーンルームイエス。またやります。ティーンルームイエス。学校に通ってるけど何か YouTube やってること言われる？年齢が高い人には言われる。オリパパカメラに向かって告白してほしい。愛してるよ。のんちゃんいつ見ても可愛い。眼科レッツゴー。ナイスキャッチ。おー、すごい硬いよ。撮影中。の方がチャンネル登録が多いんだね。今我が家は5つのチャンネルがあるんですけど、チャンネル登録してとかあまり気にしておりません。心満家を視聴してるよって心満家のファンでいらっしゃってくれる方がね、チーム K の方が一番大事なんで、まあ普段の様子30万人おめでとうございます。イエーイ。ありがとうこれからも頑張っていきたいと思います。これ声って言ったら場面切り替わる。いや、まあ、心さんコーラ飲んでください。コーラがないのでウィルキンソン炭酸でお願いします。そんなコーラ飲むのマジちょっとだけやで、ね、ちょっとだけや言うてるわ。はい、じゃあこのウィルキンソン炭酸はママがもらいます。心のチャンネルさんとユニバで会える確率は、僕たちが行ってるよってツイートした時に来てくれたら 100% います。何に会いたい彼氏いるかな。いません。心の中で一番性格いい人と悪い人は。おい黙れ。どれも該当せえへん。ええ会いたい。どうもシュウタイ。ディズニーの好きな乗り物は何ですか。スヌーピーのくるくる回るやつ。それはユニバーサルでございますね。はい、いつはスノールマジだ。LINE 交換したいのですが、YouTube で LINE の QR コード出してもらえないでしょうか。これは絶対にできません。動画見てて、音の優しさが本当によくわかります。音みたいになるにはどうしたらいいですか。このまま、楽しくね。何その、すべてを悟った感じ。チュータってズラ次元です。動いたけど。今将来どんな彼女が欲しいですか。どんな彼女。面白くて、可愛くて、面白い子。あ、ノリがいい子。あと、ボケてくれる子。ピン、お友達になりましょう。うん、なってるなってる。心くんにとってティン君はどんな存在ですか。遊んでくれる大切な人。ここパパとここママはどんな出会いでしたか。それはここママに聞いてください。なんで私に振るん。全部あなたが答えなさいよ。もう私9個も質問答えた。そうなの。ここママの、猛烈アピールにより。違うわ。中身が終わった。派遣のレポートが終わりました。次のママ数10秒で5つのスクイーズ紹介してください。お願いします。よーい、スタート。追加10秒ゼロ終了。スケさんってママの弟ですか。妹です。ちょっと妹に電話してみましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ。あのさ、はい、スケちゃんってさ、はい、私の妹なの。はどういうこと。意味が分からない。あ、じゃあ妹で。はい、妹でした。シュータが一人で腕相撲してください。レディーゴー。おー。ティンって好きな子いないの。好きな子はいません。あ、いや、いません。うわ、ナナタンがティンにさらわれたぞ。助けてやれ。あ見えないね、相手の動きが見えない。ゴリラの挨拶ってゲップらしいですよ。最低。も小学校に行ったら何を一番頑張りたいですか。英語。質問っていつどこで募集しているんですか。あの質問コーナーの回答編あるじゃないですか。それにそれのコメント欄が次の質問募集なんですよ。ママさんとママちゃんの質問です。リズム曲で好きな曲は何ですか。そんなの選べないです。と言うと思いますが、そこをなんとか3つまで OK。 ブラザーフッドとウルトラソウル歌ってよ。何よ。私は月光と相変わらずな僕らとゼロ。この家いろんな人がいてどういう構成かわからない、わかりやすいように説明してほしい。その件についてはこちらのチェック。あれデジャブ。ティン発狂してからのでんぐり返り。待ってセットしたばっかりしやし。わあよいしょ。こいつ編集分かりだしたな。やらせ。心くんは戦隊などの番組は見ますか。戦隊ってなに。恐竜じゃ、特急じゃ。あー、それは昔見てたね。今の時期は全然見てないな。そうだな。ゴリラさんはいつまでゴリラやるんですか。
いつまでやるの？今日の朝ごはんを叫んでください。食べてませーん。マスは毎日つけ爪してるんですか？ネイルです。もう伸びとうねんけど。伸びてるね。次はどんなデザインにするんですか？海です。ワンピース？海です。ワンピース？海です。最近よく見ている YouTuber さんは誰ですか？ひめちゃんとおうくんかな。お子様のネイル道具を紹介してほしいです。はい、こちらでございます。だいたいドンキで揃えてるんですけど、こんな感じです。ママツーと一緒に買ってる分があるんで、これはママツーと私の共同で使ってるジェルネイルです。ティーン声変わり？声変わり。将来の夢は何ですか？ちなみに私は看護師です。ちなみに僕は幼稚園の先生です。看護師目指して頑張ってください。ポコパはどれぐらいスターウォーズが好きですか？どれぐらい？どれぐらい？うん、大好きです。ティーン、のんちゃんより背高くなった？見た動画から通り、次と言われます。今、視聴者に言いたいことは何ですか？いつもご視聴いただきありがとうございます。ひまわりチャンネルは好きですか？好き。YouTuber に無言電話してください。とりあえず電話してみます。出ないですね。出ないね。もしもーす。何？もしもーす。何？だったかな。もしもーす。もしもーす。はい、ではではまた。あ、なんかおーちゃんがちょっと喋って、あ、おーちゃんピンクここ入ったら頑張りたいことを教えてください。頑張りたいこと、とりあえず幼稚園の先生に向けて勉強して、専門のところ行ってって感じ。ゴリラダイエット期間の体重どうなった？変わってません。はい、体年齢は44歳。4歳若返ってますね。はい、残念でした。見た目年齢、まだね、私の無茶ぶりダイエット企画やっていくんで、ぜひ皆さん見てみてください。はい。のんちゃん、メイク用品好きなところどこ？韓国コスメやったら、トニーモリーとか、エイプリルスキンとか、イニスフリーのあれをよく使ってる。うん、聞いたことある。一番好きなツムと一番嫌いなツム。どっちもシンデレラ。ニンテンドースイッチのフレンド募集はもうしないんですか？随時 YouTube のフレンド募集の企画とか、LINE ライブで3人ずつ募集したり、Twitter でね、募集したり、いろんな方法で募集しておりますので、ぜひ皆さん、よろしくお願いします。受験に向けてどんな勉強をしていますか？ 1、2年の復習からこの夏休み始めました。で、今、3年のこの応用とか難しいところをやっております。これからコラボした YouTuber は誰ですか？ヒカキンさん。いや、好きなアプリは何ですか？翻訳アプリ。ディズニーキャラクターの中で誰が好き？スティッチ。あ、違う、もしかしたら。じゃあディズニーランドとユニバーサルどっちが好きなの？ディズニー。いや、どっちやねん。姉妹でよかったなと思うことはありますか？お揃いが着れることですかね。うん、服の相談できたり、あとあれやね、ママツがネイルするから私もネイルするとか、なんていうんかな、そういう存在になるかな、私からしたらな。引っ張り合い。あ、そう、引っ張り合い。上にな、上に引っ張り合い。そうそうそう。どこにコロナの株式会社のお金は返していますか？あれはそもそも私がお金を渡してカメラを構えて、そのお金をみんなが持ってやってきてくれるんですよ。だからあれはそもそも私のお金なんです。謎は解けましたか？韓国語教えられるので何かあったら言ってください。はい。予想でいいです。ユニバ何回ぐらい行ってますか？80回ぐらい行ってます。そんなに行ってないわ。ナナタンのウィングが可愛すぎる。もう一人生まれるとしたら、男の子がいいですか？女の子がいいですか？完全女の子が欲しいと思ってます。ナナタンに質問です。お人形は何体持っていますか？6ぐらい。ナナタンはランドセル何色にするんですか？ピンク。ここ6。皆さん身長いくつですか？158。105ぐらい。164、5、6。あとそば呼び寄るぞ。4、5。183。ここ大きい声で。ラッとした。大きい声で。正確な数字を。145、6、7。あ、違う。125、6、7か、その間。156です。168。はい、ママも168です。バッテリーの数だけジャンプしてください。よっしゃ、私23。さあ、待ち待ち。28と34。ママの携帯は何番？26。いくで、携帯よ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、終わった。何番？25。やばい、一番高いと思う。28。何が？じゃあ最後に一瞬でも。16です。15です。2人合わせて31です。はい、どうぞ。3人で食べ。追加の種踏んだ。最近1万円企画って多いじゃないですか。はい。家族で1万円企画してください。家族で1万円企画してくださいっていうのは長くなったんで別企画にしたいと思います。というわけで今からオープニングです。
好きな食べ物は何ですか？好きな洋服のブランドは何ですか？マンゴーとこれ島村。ななちゃんはワンピースが好きです。なんかキャラクターものの T シャツとか。おやつですね。え、なしなしな。おやつ果物なしな。カレーライスマジュン。もずくと。もずくとこれ。ビタミン C ジュースとショップリスト。俺はお肉が好きです。服は赤色がいいです。スパゲッティが好きで、服は着れたら何でもいいです。こだわりな、みんな。全力変顔を始めるよ。全力変顔。はい、皆さんに質問なんですが、生まれ変わるとしたら心満家の誰に生まれ変わりたいですか？ナナタンです。アンちゃん。シュウダ。シュウダくん。心満家じゃないんや、ね、じゃないんや。見てよじゃあ、コカラくんかな。シュウダは俺心かな。ちょっとね、あの、おとなしくしてティーンと遊んで、お父さんお母さんに愛されてすくすく。それって今愛されてないみたいな。違う違う違う。愛されてないみたいな。はい、のんちゃん。自分の顔を上げようとすんなよ。のんは自分がいいです。これね、俺フィンがいます。ああ心満喫やもんな。じゃあ私、あのケビンかな。カップの音が出た。ナナもかわいい。今が一番可愛がられる時期やからな。これから動画でしてみたいことは、うん、せーの、ディズニー貸し切り。カラオケはいつも何を歌いますか？誰やねん。じゃない。あやかでいい。あやかでいい。はい、イーティーキング。はい、シュタ。郷ひろみさんの歌ってるわ。歌ってるわ。ナナはナナは、あの、星野源さんのドラえもんとか恋とか歌ってます。心くんはソフィアもな。俺はナナハの歌ちょくちょく手伝いながら、全然前世は完全に歌ってます。完全に歌ってる。のんちゃん歌った記憶がない。はぁ、新しいのも言いたいな。聞いて楽しんでるから。聞いて楽しんでる。あ、見て楽しんでる。あ、違う、ハングルすぎて分からない。違う、あの、ジ・オーラル・シガレットの司会性ストーリーとか、あの、オーラルの声低いから、オーラルの激しめの曲を激しくしない。ヘドバンしながら、ヘドバンしながら。はい、りゅうちゃん。湘南。はい、私何歌うっけ。ママは1億と家族ってやっぱりいいなって思う時はどんな時ですか？みんなでご飯を食べる時。え、一番平和の時。そう、一番いいなって、ああこの家族いいなって思うとき。とりあえず何かあったらみんながわちゃわちゃするところ。今こういうときですね。家でも。こうみんなが揃ったときの何気ない一瞬。いいですね。だからお前自分の顔の幅上げるなって。あなたはいいから尺がないねん。これ僕はグループごとで、まあ、グループじゃないわ。何みんなで、うん、揃って何かすることがいい。ああ、今日の体育みたいな。はい、のんちゃん。ご飯。はい。ゆうちゃん。今。はい、私。編集してる動画を見てるとき。みんなのときじゃないやん。だって一番平和なんやもん。今一番したいことを大声で叫ぶ。せーの、飛びたい。アメリカに行って、フロリダに行って、ディズニーランドとユニバーサルに行って、いや、まず海外のパスポート取りたい。トイレットストップ。トイレットって言ったんじゃないの？ダイエット。のんちゃんとティーン、ココロマンに質問。夏休みの宿題もう終わった？終わった。さっきもなかった、あの時。待ってよ、あと日記だけなの。誰ですか、日記終わってないの。もう終わりますよ。あ、もう2人終わってますよ。うん、ティーン終わったの。保険のレポート結構早かったな。ママさん、パパさん、ママツーさん、今までの撮影で一番大変だった動画は何ですか？網戸事件ですね。網戸ですか？違う、何？氷鬼号、あれもうほんま大変やったんやけど、まあ、あの夏場にマスクして走るっていうのあれはやめてもらいたい。結婚式つらかったな。大変だったな、ほんま大変だったな。トイレで9時間撮影しかもその動画削除、うんちの動画。ああ。あれはもうやらないかな。ママは結婚式とかが好きで。はい、わかった、次行こう。ママさん、ゴリラ、ティーン、ママツー、のんちゃん、ナナタン、ココロくんの順番で全力で大声で直してほしいところ、好きなところを思いっきり切れながら叫んでください。人の話を聞かないところ直してください。
はい、次ゴリラはティーンに予想できて、勉強しろ。絶対反抗期。せやな、今はな、勉強しろ勉強しろかい、反抗期じゃないんかい。反抗、はい、俺に反抗してないもん。ママツ俺がママツだね、うん、たまに非常識なんじゃ、うっくれはい、次ママツはの、その怒り、その、待って、その怒りをのんちゃん。待って、やばいよ、どうせ反抗期とか言うのもういいから。お前は何年反抗期やっとんじゃボケ。はい、のんちゃん、ななたんに妖怪やめてやって。ななはカカダくんはオレブちゃんです。はい、じゃあココロくんは私にや、あ、ママにやって。もうちょっと怒らなくしてほしい。くだれだわ。かわいい。もうちょっと怒らなくしてほしい。最後です。やっと最後かよ、もう。やっと心泣きそうなってる。頑張った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 、はい、頑張ったね。あとでギューしたるからな。あとでギューベロベロチューしたるからな。分かった。ギューしに行って、ギューしに行って、ギューベロベロチューしたるぜ。行ってこい。待って待って、ストレス溜まっとったんかかもしれんな。いや、ちゃうやん、言ったことがないから。いいさ、いいさ。ココロくんとナナタンは大人になったらどんな職業になりたいですか？ちなみに皆さんは肉派ですか、魚派ですか、それともラーメン派ですか？ナナは編集。リアルなこと言うな、また。あれ教えてよ、おい。ロボットになる。ロボットで止まる。ロボット作るやつあるやん。あー、電子工学やな。技術者的じゃん。技術者って、うん、開発者みたいな。はい、ラーメン派の人。はい、魚派の人。見えない。魚派の人。はい、肉派の人。肉派断然多いですね。なんか肉やから肉派。この動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の質問コーナーでお会いしましょう。バイバーイ。キムソックジン、キムソックジン、キムソックジン、キムソックジン。はい、以上今日の質問コーナー終わりです。ありがとうございます。人狼1万円ゲーム長すぎた。心番組に参加させてくれてありがとうございます。はい、彼は誰ですかね、あの人は。あの人誰ですか、誰なんだ、誰なんだ。俺の名は開催と